怖い気持ちわかるよ。リスクがあんのもわかる。でもな、生きていく上で、そのリスクをゼロにすることはできへんねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター、おかちです。街を歩いてると、当たり前のようにみんながマスクしてる。みんな何考えてるの？わからへん。何かに怯えて、何かに恐れて、素顔が見えない。俺は、コロナのことよりも、一人一人が本音をマスクして、安心してつながることができへん。そっちの方が、よっぽど怖い。だって、つながることは、生きることそのものやから。先週の授業で小学生に聞いた。なんでマスクをしないといけないの？はい。3年生の男の子が言いました。いや別に俺はマスクせんでいいと思ってる。でも図工の先生に言われたから。その子は熱中症が怖いから別にマスクはせんでいいと思ってるみたい。で、もう一回聞いてみて。じゃあその先生になんでマスクしなあかんのですかって聞いてみたら、その子は答えました。いや先生と違うことを言ったら怒られる、だから言わないようにしてる。今までもそうやったみたい。先生とか大人とかの意見に反対するようなことを言ったら余計なことを言うなって。ルールやから、もう決まってるから、みんな従ってるやろ、自分だけ勝手なことするな、勝手なこと言うなって言われ続けてきた、怒られ続けてきた。だから考えないようにしてる、自分の意見を言わないようにしてる、言われたことに従うようにしてる。なんか悲しくなった。で、そんなことがあったということを大人に言うたんよ。ある大人にな。じゃあその方からこう言われた。お前それ間違ってるよと。子供になんでマスクをしなあかんのって、そんなん聞いたらあかん。不安になるやろ、怖がらせるやろ。だってマスクはしなあかんって決まってんねんから、お父さんにもお母さんにも先生も言われてんねんから、それ以上何があんねん。ルールに従わしてたらそれでええやんけ。ってなったよ。っていや、ルールはルールやけど、そのルールが何であるのか考えたらいいやん。そしていろんな人の意見を聞いたらいいやん。そうやって自分で考えて、いろんな人の意見を聞くことで自分の考えができてくる。自分の考えという価値観ができてきて、人生の軸っていうのができてくるやんか。だからもっともっと考える機会を作ろうや。自分の意見を言う、安心して意見を言える機会を作ろうよ。もっと子供を信じようやって、そう思ったよ。みんなな、本当にめっちゃビクビクしてる、めっちゃ慎重になってる。でも分かります。100年に一度の大きなことが今起きてる。どうしたらいいか分からへん。分かります。でもこんな状態やからこそ、いろんなとこから情報を集めて、いろんな人とお話をして、自分の頭で考えて、自分の言葉で表現することが大事じゃない。たった一つのことが、これが絶対に正しいって信じて、頭を停止させて、それを盲信する。それの方がよっぽどのリスクやと思うね。何が正しいか分からへんよ。これからどうやって働いたらいい？どうやって生きていったらいい？子供をどうやって育てていったらいい？何をしたらいいねんって。分からへん。誰も正解が分からへんねん。そんなな、何が正しいか分からへん世界の中で、正しいことしか言われへんねやったら、誰も何も言われへんやん。シーン、思ったこと言えない、そんな状態やん。それが今やねん。今起きてることやと思ってんねん。みんなな、思ってること言わへんねん。本音を隠してんねん。自分のことまで伝えてないねん。だから何考えてるか分からへんのよ。マスクで隠れて分からへんねん。だからみんながみんなの顔色伺って、恐る恐る生活している、ビクビク生きてる。だから安心して繋がることができへんと思ってんねん。怖い気持ち分かるよ。リスクがあんのも分かる。でもな、生きていく上でそのリスクをゼロにすることはできへんねん。
交通事故に遭うから車に乗らへん、手を切るのが嫌やから包丁使わへん、人と話すとコロナにうつるかもしれへんから人と話さへん、だからずーっとお家にいましょうね、外に出たらダメですよ、そして生きることをやめれば死ぬことを恐れる心配もなくなりますよおかしくない？バカらしくない？なあ、ゼロ無理やん。ゼロはやっぱり不可能はね。だから俺は決めた。こんな時代だからこそちゃんと自分の頭で考える、そして自分の言葉で表現する、いろんな人の意見を聞いて、いろんなとこから情報を集めて、それを疑って、それを信じて、その繰り返しの中で自分で決める、そして行動する、そう決めたよ。責任を持って生きるって決めたよ。そしてな、それだけじゃない。あなたがもし俺と違う意見を持っていたとしても、ちゃんと最後まで聞くよ。そして何が違うなのか、何が違うんかを分かり合いたいね。その上で分かり合われへんねやったら離れたらいいよ。その結果嫌われたとしても仕方ない。俺はな、そうやって本音でぶつかって、本音で表現して人とつながって生きていきたいんよ。だからあなたに伝えたい。自分の頭で考えて、自分の言葉で表現しよう。なんとなく行動する、なんとなく言われた通りにする、なんとなく従っている、そんなんはもう嫌やね。考えても無駄やから、考えないようにしてる、見ないようにしてる、マスクしてる、マスクしてる、それを考えたら気持ちが辛くなるから見ないようにしてるって、本当にそれでいい？だって今起こってること全て自分の人生やん。自分の人生と向き合わないと自分の人生を生きることできへんと思ってんねんな。みんながみんなの顔色を伺ってる。じゃあそのみんなが間違ってたらどうすんの？自分が思った通りにやったらよかったって、俺はそんな後悔は絶対したくないねん。だから情報を集める。一つのことに信じない、それを疑うこともあるし、そして自分の答えをちゃんと作って、それを言葉で表現する、こうやってな。でその結果自分が思った通りにいかんでも、なんか失敗したとしたとしてもね、それでいいよ。そこから学べるから、次の一歩につながるから、それでいいと思ってんねん。だから俺はあなたがあなたの言葉で本音で表現することを心の底から応援してます。はい、ああちょっとこれはねテイク5です。本当に難しかった。ああもう感情と思考とね、もう自分の魂がこううようよしてて、うまく今のねテイクもちゃんと伝わったかどうか分かんないですけど、今自分が思ってることを自分の言葉でお伝えしました。はい、でもし元気が出たとか、なんか良かったなと思う方がいたら、ぜひ高評価ボタンを押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。このミスターおかっちのチャンネルでは、とにかく生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信していきたいと思ってます。よろしければチャンネル登録とかコメントしてもらえたら嬉しいです。はい、ということで皆さん素敵な一日をお過ごしください。さよなら。本音で生きる。